皆さんどうもこんにちは。家に帰ってきて誰もいなければ殺人鬼が部屋の中で身を潜めていると仮定して、いるのは分かってるからなとか言いながら家の中を一周してしまう男キャベツです。幼い頃からゲームをしていると時折やけに記憶に残るシーンや音楽がありますよね。今となっては懐かしいものもありますが一生のトラウマになってしまうこともある。ということで今回ご紹介するのはゲームのトラウマシーン。さあ昔のトラウマを思い出して発狂しましょう。では行こう。マリオ64ウツボ。みんなのトラウマウツボはスーパーマリオ64から登場。ウツボといえば全長は長いが人間ほどの大きさには見えないものの、本作のウツボの体はマリオを20人ほど飲み込めそうなくらいの大きさであり、加えて64というと今とは比べ物にならないほどに荒いポリゴンで作られたウツボが尋常ではないほどのホラーキャラとして爆弾。まるで熱戦を吐き出すゴジラのような殺意丸出しの目玉に、何もかも食いちぎりそうな鋭利に尖った歯。そんな見た目だけでも恐怖のウツボは全身が攻撃判定を持っており、ちょっとでも触れてしまえばマリオが悲鳴を上げ、水中も相まってそのまま溺死するケースが多く、多くのプレイヤーにトラウマを与えたマリオシリーズ屈指のトラウマメーカー。ちなみにウツボはメタルマリオでも倒せず、むしろメタルマリオを跳ね返すというもはや海洋生物ならぬ強さも誇るウツボ。そんなトラウマを植え付けたウツボですが、本作で登場が終了するかと思いきや、以降の作品においてもウツボが登場する作品では大概どうしてもウツボに再接近しなければならない状況が用意されています。全世代の全てのゲーマーにトラウマを植え付けんとする黒い任天堂が垣間見えます。スーパーマリオオデッセイではウツボは海を飛び出し、なぜか雲海の下から突然ウツボが現れるという64時代にトラウマを植え付けられたプレイヤーなら失神レベルの恐ろしい場所が存在。そのウツボが飛び出してくる部分に飛び込んでもマリオはそのまま落下死するため、雲海の下には何もないということになりますが、ではウツボはどこから現れたのか。まさか3次元の枠を超える超常的な能力さえも手にしまったのでしょうか。これからも発売されていくマリオシリーズ以降もウツボは現れるでしょうが、ウツボの謎は深まるばかりだ。ゼルダの伝説ムジュラの仮面月。ゼルダの伝説ムジュラの仮面は任天堂より2000年4月27日に発売された任天堂 643D アクション RPG。 前作時のオカリナの続編で、操作などは前作とほとんど並行はありませんが、本作の最大の特徴はタイムリミットはわずか3日という点。今作の舞台であるタルミナは3日後には空から人面月が地上に落ちて滅亡してしまうという世界になっており、3日の間に各地に起こる問題を解決し、その月が衝突するのを食い止めなければならないというストーリー。もちろんタイムリミットを超えるとゲームオーバーですが、取り戻したオカリナで時の歌を吹くことで初日に戻れたりします。そうやってループしつつダンジョンをクリアして月の落下を食い止める手段を見つけるのが大筋の目的。この世界では人々の行動が3日間とも異なり、3日後には月の衝突から逃げるもの、そのまま祭りを楽しむもの、その場で諦めるものなど、それぞれの個性がある生活をしています。またクロックタウンの音楽は日が経つにつれまるでプレイヤーに恐怖を与えるような曲調に変わり、さらにタイムリミットが近づくにつれ地響きが起こるようになります。12時間ごとに月は近づいてくるため、恐怖心は日に日にかきたてられていきますが、近づいてくる月は我々が知っている普通の月とは全く異なり、この世の怒りを凝固させたかのような表情の月がだんだんと近づいてきます。月自体は意志のない存在ですが、物語終盤ではラスボスに意志を与えられ、おでは全部食う、世界を全て食らい尽くそうという無作為で暴力的な意識を持ち、ただでさえ怖い本作に拍車をかける存在となっています。まだこの月は開発当初このように表情はついておらず怖くはなかったのですが、発売時にはこのような激怒表情がつけられてしまいました。 CM も怖かった本作、当時の少年少女たちはほぼ 100% このゲームないしはこの月にトラウマを与えられたでしょう。マザー2ラスボスギーク。マザー2ギークの逆襲は1994年8月27日に任天堂より発売されたスーパーファミコン用の RPG ゲーム。3人の少年と1人の少女が宇宙人ギークの地球征服の野望を阻止するために広大な世界を冒険する姿が描かれるストーリーですが、このラスボスのギークが本作マザーシリーズのボスの中で最も異形の存在であり、それまで戦ってきた敵たちとは全く異なる姿のギークにプレイヤーは驚愕したでしょう。
その姿は形容しがたく、怪物、生命体、精神体というふうにどれにも当てはまり、どれにも類さないような存在であり、ギーグ自身は自身の力を抑えきれず、自我が崩壊しまっているようで、普段は悪魔のマシンというもので全ての力を制御しています。またギーグの攻撃は非常に不器用。そもそも背景自体がギーグなのか、姿が存在しない恐怖そのものを演出としているのか、いずれにしても不気味な演出のギーグ戦。そんなギーグですが、デザインしたディレクターによると、ディレクターが幼い頃に見た憲兵とバラバラし美人という映画のあるワンシーンが脳裏に焼き付き、その頃のトラウマを具現化した存在こそがギーグだと語っています。その他にもギーグは胎児の形状だと考える人も多く、3段階あるギーグの2段階目では背景と同化し、苦悶の表情を上げる人の顔のようなものがうごめき、また上下をひっくり返すと人の顔の部分がギーグの頭部のように見えたりします。非常に考察しがいのあるギーグですが、何も考えずにプレイしていて、最後にこんな物線に突入してしまえばトラウマを植え付けられた人も少なくはないでしょう。黒の13、ハオト。黒の13は1996年9月27日にトンキンハウスより発売されたサウンドノベル形式のホラーアドベンチャーゲーム。本作は13本のホラーノベルをオムニバス作品で、かなりの鬱シナリオがあります。その13本のうちの1本、ハオト、最も本作を鬱ゲーとして有名にさせた主犯でもあります。ハオトの主人公は女子学生。彼女は同級生からいじめを受け、挙句同級生たちにゴキブリを食べさせられてしまいます。そのトラウマのせいか、虫の羽音の悪夢に悩まされる日々。その後現実でも追い詰められ、最後には大好きだった母親に包丁で殺害され死亡。殺された彼女ですが、そこで彼女は自分の死の真相を思い出します。主人公はいじめに耐えられず自殺を図ろうとしましたが、勇気が出ず、実は母親に殺してもらっていたのですという事実をこの時点で思い出す主人公。死んでもなお考えているということは、彼女は最初から死人だったということ。しかもその後、主人公の死体は自室の壁に埋め込まれ、今もゴキブリに食われ続けているというトラウマシーンまで。そして最後のシーンで主人公の意識は冒頭に戻り、再びいじめと母親に殺されるという永遠のループに陥れられます。一つの救いもない羽音、虫の音が聞こえたらあなたも何か思い出すかもしれない。ゼノギアス。ゼノギアスは1998年2月11日にスクエアから発売された PS 用の RPG。 今作に登場するソイレントシステム、これは本作のエリアエテメン暗記の中で登場するダンジョンのこと。ソイレントシステムは表向きは食料を生産する工場施設ですが、実は非人道的実験の被験者ウェルスを食料薬品向けに食料加工するという最終処分の施設であり、人がぐちゃぐちゃにされてミンチになるシーンを垣間見ることができます。本作の主人公のフェイト、ヒロインのエリーはこの真実を知る前に、元は人間であったものが詰められた缶詰を食べており、真実を知った瞬間衝撃が。主人公の仲間であるシタン先生だけはその缶詰を食べず、先生もどうだいとフェイに聞かれても、いえ私は遠慮しておきますと真実を知っているかのような口ぶりで、二人の食事をただただ見ています。そして缶詰の生産ラインに移動した時、ようやく原料が人間であるということを解説してくれる非道なシタン先生。こんなん子供の時にやったら缶詰食べられなくなりそう。ということでいかがだったでしょうか。結構閲覧注意なシーンがありました。今回ご紹介したゲームを知らない人がこの動画を見ることによってトラウマを植え付けられるという可能性もありますが、その被害については私は別責任を負えませんのでご了承ください。まあトラウマといえば、秋か夏に実家に戻った時、家の外壁にビッチリ毛虫が張り付いていて失禁しそうになりました。以降毛虫を含めるうねうね系が苦手です。皆さんもトラウマがあればぜひコメント欄に書いてください。ではこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラム、サブチャンネルも登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。よお前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。
まあチャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あとツイッターとインスタグラムをやっています。ツイッターでは結構頻繁にツイートはしてますが、インスタグラムは全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なのでコメント欄でネタをください。まあとりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あとチャンネル登録をした後、なんか通知マークをオンにしてくれたら俺が投稿すると君たちに通知がいくので、ぜひそこも通知をオンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。